はい、どうもですこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイで使えるセブンイレブン限定楽天バリアブルカード購入で711万円分山分けキャンペーンということで今回はセブンイレブンと楽天ポイントについてですね。この動画ではセブンイレブンで楽天のバリアブルカードを購入したら楽天ポイントは山分けされるというキャンペーンについてお伝えします。僕もですね、実際に取り組んできましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってしではですね、ちょっと久しぶりにいつも通りの環境に戻ってきましたので、通常通りのね、スライドと音質に戻ってるかと思いますので、楽しんでいただければと思うんですけども、今回お伝えするキャンペーンはこちらでございます。セブンイレブン限定キャンペーン期間中に楽天のバリアブルカードを1万円以上購入することによって、711万円分の楽天ポイントが山分けされるというキャンペーンでございます。この楽天のバリアブルカードってどういったものかと言いますと、いわゆる左に出てるようなプリペイドカード、ポサカードということでございます。 確かね、ちょうど去年もこういったキャンペーンが合ってたような気がするんですけども、前回はね、確か1000ポイントプレゼントとかだったんですが、今回はね、山分けということなので、正直ね、前回の1000ポイント以上もらえるかもらえないか、ちょっと厳しいところではあるんですけども、 僕は今回ね、こちら参加をしてきました。ではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。このキャンペーンの詳細なんですけども、キャンペーン期間中に、セブンイレブンにて、楽天のポイントギフトカードバリアブルの1万円から5万円のタイプのものを購入、そしてチャージしていただくと、楽天ポイントの711万円分が山分けプレゼントということでございます。で、楽天ポイントは2021年の11月末頃に付与されるということでございますので、まあ結構早い段階で付与されそうな感じですよね。 で、キャンプの実施店舗ということなんですけども、セブンレブン各店舗ということなんですが、店舗によってですね、一部取り扱いのない商品がございますということですので、これはね、ちょっと注意が必要かなと思います。で、期間なんですけども、すでに始まっておりまして、ちょっとね、動画にするのが遅くなっちゃったんですけども、10月の3日まで開催中でございますので、もし取り組まれる方はなる早でね、取り組むことをお勧めします。で、対象商品なんですけども、楽天ポイントギフトバリアブルカード、先ほどお伝えした1万円から5万円のタイプということではあるんですけども、 楽天のポイントギフトカードの5000円券であったりとかバリアブルカードの1500円から9999 99円分に関しては対象とはなりませんのであくまでも楽天のポイントギフトカードバリアブルの1万円から5万円のものを購入してくださいとの1万円以上ということでございますでちょっとですね画面を下に下がっていただくと注意事項ということなんですが付与上限は最大2000ポイントまでになりますということですねですけども今回は山分けになるんで最大2000ポイントではあるんですがもちろんね これ以下のポイントになることも全然ある、あり得るということですね。まあ、前回は1000ポイントだったんですけども、まあ、2000ポイントまで行く可能性は低そうではあるんですが、僕はね、少しだけ期待はしたいとこではあります。で、お一人様1回限りのポイント付与。で、1枚で1万円以上購入の方が対象と。で、3ヶ月間有効の期間限定ポイントを付与いたしますということでございます。そして、キャンペーンの参加方法、至ってシンプルで、購入してログイン。そして、チャージをして、キャンペーン登録完了ということで、まあ、ちょっとね、実際に僕もトライしてきたので、 参加される方はですね、参考にしていただければと思うんですけども、今回ね、こちらセブンイレブンに行って、このタイプですね、1500円から5万円のタイプの楽天のバリアブルカードをこちらをですね、セブンイレブンで1万円分購入してきました。購入したらですね、スマートフォンでも大丈夫なんですけども、先ほどのキャンペーンページを開いていただいて、画面を下に下がっていただいたらですね、ここのログインのところのこちらのページっていうこちらをタップすることができるので、ここをタップしていただくと、画面が切り替わりまして、楽天のポイントギフトカードの画面に変わります。で、先にお伝えしておくと、特にエン 取りなどはございませんので、今お伝えししたた方法ででアクセスしていただければ大丈夫ですでそこからですね、楽天ポイント受け取り画面進むというところをタップすると、ここでログインを求められますんでも、もしね、楽天に登録されている方はユーザー ID とパスワードを入力していただいて、ログインをタップしてください。そしたらですね、ここでピンコードを、ピン番号を入力するところがありますんで、このピン番号は、 このカードの裏面のところに、ここのピン番号を削るところがありますので、手元にあるコインとか10円玉とか何でもいいので、削ったらですね、番号が出てくるので、ここに入力をしていただいて、楽天ポイントを受け取るというところをタップしていただくと、こんな風にですね、楽天ポイントギフトカード、楽天ポイント受け取り画面ということで、楽天ポイント1万ポイントを受け取りました。今すぐポイントでお買い物しましょうという風に出れば、これで受け取りは完了ということでございます。で、今回受け取ったポイントに関したら、楽天の期間限定ポイントでございます。 ここの部分が1万ポイント分増えてれば間違いはないです。 以上で,ですね、このポイント獲得履歴を見るっていうところタップしていただくと、今までもらったポイントのね、履歴を見ることができるんですが、ご覧のように9月の25日、楽天市場プラス1万ポイント獲得、楽天ポイントギフトカードで獲得と出てますんで、こう出ていれば間違いないので確認をしてみてください。でですね、今回ですね、チャージした楽天ポイント、期間限定ポイントの使い道はということで、もうね、楽天経済圏を普段から利用される方であれば、もう消化方法はすごいご存知だと思うんですけども、僕が個人的にね、よく使ってる方法、 まず一つ目は、ファミペイのお試しクーポンということで、まあこれね、動画でちょくちょく紹介をしたことある、ローソンのお試し機会券のファミリーマートバージョンみたいなものなんですけども、まあ実際の画面を見ていただいた方が早いんですが、これがファミペイの画面なんですけども、ここのクーポン回数券を使うというところをタップしていただくと、ここにですね、ポイントファミペイでお得なクーポンゲットと出てきますんで、これをタップしていただくと、ちょっとね、商品が薄くなっているものがあるんですが、これはですね、もうすでに商品がね、もう受付がもう終わってるものになって るんですけども簡単に言うと、通常のね、金額より少し安くね、ポイントでこういった商品と交換することができるというものでございます。例えばですね、このふわふわファミチキバンズが出ておりましたので、これ30ポイントであるんですけども、確か100円いかないぐらいの値段だったような気がするんですけども、それが楽天ポイントで交換することができるんですが、実際にタップしていただくと、ご覧のように D ポイント、楽天ポイント、T ポイント、まあどれかで予約することができます。で、この場合、楽天ポイントで予約されたい方はですね、ここをタップしたら、 このお試しクーポンをゲットすることはできると。あとはね、ファミリーマートに行って、この商品とクーポンと交換すればいいということでございますので、まあ一つのね、候補として入れてみてもいいのかなというふうに思います。ですけどね、やっぱりね、このお試しクーポンかなり人気なので、なかなか取得することが難しい時もあるんですけども、僕もね、時間があれば、ツイートでつぶやく時もあるんですが、もしね、タイミングが合う時はお試しクーポンで使ってみてもいいかなと思います。続きまして二つ目なんですけども、こちら、楽天市場のふるさと納税ということで、もうふるさと納税もね、ご存知の 方多いと思いますので、まわからない方はググってみてください。もうポイントのね。消化どうしようかな？って迷ってる方はもうふるさと納税でサクッとね。使っちゃえばね。すぐ消化もできると思いますので、楽天の買い回りとかマラソンとかスーパーセールとか。まあそういったタイミングで使ってみてもいいかなという風に思います。そして3つ目はこれ個人的に一番おすすめかなと思うんですけども、やっぱり楽天ペイで決済するのが一番いいかなと思います。で、なんでおすすめのかと言いますと、楽天ペイね。現在こちらのキャンペーンが開催中でございます。楽天ペイのコード qr 払いでいつでも1.5%。関 いいうようよなキャンンペーンでございます。このキャンペーンなんですけども、こちら見ていただきたいと思うんですが、ポイント払いという方法があります。今まで耐えた楽天ポイントで決済した場合、なんと、ポイントで払っても1%楽天ポイントが還元されるんですよね。しかもね、ポイント還元されるのが楽天の期間限定ポイントではなくて、楽天の通常ポイントとして還元がされるという結構面白いシステムとなっております。しかもですね、今回チャージしたポイントっていうのは期間限定ポイントがチャージされた状態ではあるんですけども、 限定ポイントを使って決済もできますしその後に付与されるポイント1%還元のポイントが楽天の通常ポイントなんで正直ねこの方法の方が個人的にかなりおすすめでもちろんねセブンイレブンファミリーマートローソンとかコンビニでも楽天ペイの決済はできますし 僕が住んでる福岡県では、サニーというね、スーパーでは楽天ペイが使えますんで、僕はそこでね、普通にお買い物していこうかなというふうに思っております。1万ポイントなんでね、なんちゃかんちゃいいお買い物ができそうな気がしますね。ちなみに、使い方はめちゃくちゃシンプルなんですけども、この画面の右下の設定というところタップしていただきます。そしたら、ここで通常ポイント期間限定ポイント、楽天キャッシュ、こんな風に分かれてはいるんですけども、まあ、使いたいポイントをね、分けて使いたい方は一部使う方がいいんですけども、僕自身はいつもこの全て使うにね、選択した状態で使ってるので、 選んだ状態で右下の OK をタップしていただくとここにですね全てのポイントキャッシュを使うというところにチェックが入っていれば普通にお買い物をすればここのポイントが消化がされるというような感じなんでやっぱり楽天ペイのね決済の方が至ってシンプルで使いやすいかなと思いますまあ、今回ね僕個人的に3つ紹介はしたんですけどもおすすめの使い,使い道などがあればですねぜひコメントいただければ嬉しいです そして、ちなみになんですけども、今回のこの楽天バリアブルカードの購入はですね、現金以外でも購入することができるんですが、あの7個カード、電子マネーの7個でもなんと購入することができます。ですけども、一つ注意点として、決済時にポイントは付与されませんので、そこだけ気をつけてください。7個を使う上でお得な方法という2つあるんですけども、まず一つ目は僕自身は持ってないんですけども、セブンカードプラスっていうクレジットカードがあるんですが、それを使って7個にチャージをした場合、200円で1ポイントをね、ポイントをつくこと ことができますんでまあ、そういった方法で使ってもいいと思いますし2つ目はですね、ポイントサイトで貯まってるポイントを7個へ移動してそれをね今回の楽天バリアブルカードで使うこともできますんでまあ、結構ねこの方法でもいいかなと思いますちなみにポイントサイトなんですけども先日もね少し紹介させていただいたポイント貯めるならこれは必須アプリということでポイントサイトのハピタスをね紹介をさせていただいたと思うんですけどもまあ、ハピタスね最近会員制度がリニューアルしてポイントを交換するごとにランクによって交換したポイントプラスアルファでなんと ポインントトをもらううここことととがででででできますすれれれ7個ギフトの場合ははブロンズでああばば0.3% 3%シルルバーでは1ー1%ゴドであれば3ということなんですけど,もどんな感じになるのかと言いますと、まず1万ポイントを交換します。ハピタスのポイントを7個へ交換すると、まず1万7個ポイントになるんですけども、そこからですね、このゴールドの場合に関したら、プラス300、シルバーの場合は、プラス100、ブロンズの場合は、プラス30ということで、こんな感じのね、ゴールド、シルバー、ブロンズによってもらえるポイントが変わってきます。で、このポイントに関したら、交換 完了の翌日にですね。ハピタスポイントとして付与がされますので、それはそれでね。結構お得なのかなという風に思いますん。で、もしね。ハピタスにポイントが貯まってる方はね。期間内で間に合うのであれば、こういった方法もぜひ参考にしていただければなと思います。一応、前回のね。動画のリンク概要欄に貼っておきます。ではですね。今回お伝えさせていただいたキャンペーンのまとめなんですけども、まず特典の内容として、セブンイレブンで楽天のバリアブルカードを1万円以上購入することによって、711万ポイント山分けのキャンペーンということで、キャンペーンの期間すでに始まっておりまして。 3日まででございます、まあ、もうすぐね、終わるような感じなんで、まだね、取り組まれてない方は取り組んでみてもいいと思います。対象商品なんですけども、楽天ポイントギフトカードバリアブルっていう、これが正式名称なんですけども、その中の1万円から5万円のタイプのものを購入してください。で、対象外としてですね、楽天のポイントギフトカードの5000円券だったりとか、バリアブルカードの1500円から9999 99円を購入した場合、それらに関しては対象外となりますので、あくまでもこの対象商品の1万円から から5万円のタイプのものを購入していただければ大丈夫ですで付与される上限は最大2000ポイントということではありますが、まあ、正直ね山分け711万山分けなんでトライされる方が多ければ多いほど山分けされるねポイントも少ないんでこの2000ポイントは正直ねちょっと厳しいのかなという風に思っておりますまあ、そんなこんなで今回はセブンイレブン限定の楽天バリアブルカードを購入して711万ポイント楽天ポイントが山分けされるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました確かに、ね、去年のこういったキャンペーンの 時はね、先ほどもお伝えしたように確実に1000ポイントがもらえるということだったんですけども、正直ね、今回はそれより低い可能性もあるので、まあ、無理に参加する必要はないのかなというふうに思います。冷静に考えればね、現金1万円をね、楽天の期間限定ポイントに変えるっていうのはね、人によっては捉え方はね、うん、なんかもったいなくないっていう日でも中にはいらっしゃるかと思いますので、まあ、参加するかどうかに関したらご自身の判断にお任せしますので、そこもでぜひ検討していただければなと思います。で、今回お伝えさせていただいた。 キャンペーンのリンク、そして過去をお伝えさせていただいたハピタスの動画の解説動画もですね、概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたいつもの環境最高